FIA クロスカントリーラリーワールドカップとは FIA の主催するラリーレードの世界シリーズ。なお FIA の公式サイトではワールドカップ4クロスカントリーラリーズと表記されているが、当記事では同シリーズの公式 Facebook のそれに従う。バハポーランド1993年にそれまで世界各地で開かれていたラリーレードのイベントを FIA の元に統括し、 ワールドカップとして開幕させた。2018年現在は年間11戦で最大8日間で争われる。各イベントは距離によってマラソンクロスカントリーラリー、クロスカントリーラリー、バハクロスカントリーラリーの3種類に分けられる。以前はダカールラリーもカレンダーに加わっていた。車両規定はダカールラリーと同じくグループ T1T4 が採用される。焦点は グループ T1 のドライバー、5ドライバー、チーム、グループ T2T3 のドライバー、チームに与えられる。過去には、マニュファクチャーラーズタイトルも設定されていた。日本勢はかつて三菱自動車のワークスチームが多数参戦した。現在は、トヨタイス映画、ナッサー・アルアティアのチームを支援しているほか、プライベーターにも、三菱、トヨタ、日産、ヤマハのマシンが多く用いられている。 また女性ドライバーの浜口恵子もチームドクター恵子として参戦している。バハアラゴン、ありがとうございます。